佐藤隆二は、愛知県一宮市出身のサッカー審判員。プロフェッショナルレフェリー、VAR 及びワール担当審判員。2009年より、国際審判員に登録される。チタグがぐい町在住。小学校からサッカーをはじめ、愛知県立一宮高等学校、筑波大学時代まではサッカーを続けていたが、選手として、プレーを続けるのは諦め現役引退。 地元に戻って、高校教員として活動し、指導時に役立てるために、地域協会の主催試合まで審判できる2級審判員の資格までは取得していたが、2002年に、地元愛知県で行われた、上川徹の講演を聞いて、プロフェッショナルレフェリーの道を目指すことを決める。審判を目指し始めた年齢としては、比較的高かったが、2004年に日本サッカー協会が、 解説した審判員養成機関、レフェリーカレッジを受講し、同年12月に一級審判員に登録された。2007年には、投資学士、井上智博と共に J2 リーグの主審として新規登録され、同年8月からは J1 リーグの担当に昇格し、この年は J1 で3試合、J2 で14試合の主審を務めた。 2008シーズン以降は主に J1 の試合で主審を務めている。2009年より国際主審に登録され、フォースエリートとして活動を行うこととなった。同年1月にカタールで行われたカタール国際 U-20 大会では開幕戦の主審に抜擢されるなど、アジアサッカー連盟所属の若手レフェリーとして期待された。 2009年の J1 担当主審の中では3番目の若さであるが、同年よりプロフェッショナルレフェリーとして活動している。2010年7月からは日本サッカー協会とイングランドサッカー協会の交流プログラムの一環として、東条城とと共にイングランドに派遣された。副審のアイラクトール、山内博史と共に 2018FIFA ワールドカップ FIFA。 クラブワールドカップ2018担当審判員に選出された。2018年9月23日、J1 第23節浦和レッズ対ビッセル神戸、1にて10人目となる J1 通算出身200試合を達成した。また、同年の最優秀出身賞を初受賞した。2019年開催の AFC アジアカップ2019に、 飯田淳平、木村博之、山内博士、三原淳と共に選出され、グループステージ2試合、ラウンド161試合、準々決勝1試合を担当した。2021年3月26日に、東京スタジアムで行われた、U、U-24 日本代表対 U-24 アルゼンチン代表では、日本代表戦ながら、山内博士、三原淳。 木村博之と共に日本人レフェリーが試合を担当した AFC チャンピオンズリーグありがとうございます。